こんにちは、ビーレジェンドの辻元です。ビーレジェンドのダンです。今日はディップス何回できるか対決。イエーイ。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、ビーレジェンドのダン君に来ていただきまして、ディップスを、まあ、何回できるかっていうところで対決したいと思います。まあ、ディップスもですね、様々なトレーニング方法、まあ、フォームがあります。前回私が、まあ、紹介させていただいたのは、まあ、私自身が普段意識している、まあ、オーソドックスな、まあ、フォームに近いんですけれども、今回はですね、まあ、せっかくなんでダン君のまあ、ディップスの注意点、まあ、フォームを、まあ、ちょっと先ほど聞いたらですね、ちょっとまあ、ポイントが違ってた部分もありますので、まあ、そういったところも挟みながら、最後は対決というところでさせていただければと思います。じゃあちょっと、ダン君の、まあ、ディップスですね、はい、先にポイントを聞きたいと思います。はい。はい。まあ、ではですね、僕のポイントが違うっていうよりかは、難易度が上がるっていうイメージをしてもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、普通にやるとすれば、ちょっと体を斜めにさして、このぐらいで下がっていくのがベーシックなディップスになると思うんですけど、僕はどちらかというと若干これは三頭筋に関与する感覚があるので、より胸の下部、ここの胸の下部のあたりに効かせるために、これは体幹も脊柱起立筋だったり全体的な筋力もいるんですけど、さらに斜めるこの状態で落とす、このクロスで上げることで安定はするんで、ただあの姿勢をキープするのに結構肩のフロント、前の部分とかも筋力がいるので、割と全体的な筋力がないとできないんですけど、もしできるのであればこの角度の方が動いてる重力の角度的に下部に近くなるので、より胸に入れられるっていうので、僕は結構これをやったりします。ただ難易度が高いんで、今みたいに体力ある時はいいんですけど、追い込みでやる時はもうベーシックなやり方になります。結構お尻、お尻もいります。起立筋に入りそうですね。起立筋もお尻も、もともとダンスやってたし、こういう、そうなんですよ、ね、姿勢は得意なのかもしれないですね。通常であれば私も足を後ろで組んで、まあこの姿勢で、まあこういう感じで入れていくんですけど、はいはい、さっきのだとこっからお尻に力、この姿勢が結構、その姿勢キープですね。戻ってくるんですよ、普通は。毎回戻るんですよ。あの姿勢でキープするのは割と難しいと思いますね。このまま、あ、そうですそうです。確かに姿勢をキープするのは、はい、難しさはあるから、多分僕は遊び半分でブレイクダンスの練習とかしてたからできるんやと思うんですよ、この姿勢を。なんで無反動で逆立ちをする時の動きの途中の段階と、ま、ほとんど一緒なんですよね、重心位置の意識が。やっぱり重心が変わることで刺激も変わるんで、まあぜひいろいろな方法を試していただければなと思います。だいぶ今ので疲れちゃった。今の注意点はシンプルに顔から突っ込んでいってこける可能性もあるんで、そこだけ注意ですね、はい、それではちょっとディップス、はい、何回できますかね、本当全然読めないですね、これに関しては僕やってなさすぎて。普段追い込みでぐらいです。まあ、3、4種目目ぐらいでディップスはやるんですね。やるときあったり、まあメインで持ってきたりすることもあるんですけど、はいはい、やっぱ10回ぐらいを狙ってやってることが多くて、やっぱ自重でもやっぱ15回より先に進んだことが ないので。僕も10回以上ないですね。ぐらいないんで、ちょっと未知の領域なのかなと。お互いが想像できない中で戦うという。もうこれはだから高校の方がなんか有利ですからね、はい、まあ、いつも通り高校の方がなぜかできるっていう。まあ皆さんもぜひですね、見ながら何回できるかっていうところも試していただければと思うんで、じゃあ行きましょうか。やりましょう、どっちからいくか、またじゃんけんで、はい、最初はグー、じゃんけんグー、ここで。いやもうこれ不可能な数ぐらい僕が頑張らないと。あれですね、手汗出てきた。普段手カッサカサやのに。ルールは、まあ肘がやっぱり90度っていうぐらいにしたいと思います。じゃあ、はい、曲げて90度いってなかったらノーカウントで回数は増えていかない設定で、ちょっとカウント、はい、相方がしていく雰囲気でやっていきましょう、はい。まあ、結構自重なんでね、体重差も、まあ、あるんでね、そのあたりは
まあ、私の方がちょっと有利感はあるんですけどね。いきます、うん、はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、あー、危なー。30、すごい。もうすげえ。途中ぐらいか、もう何に聞いてるか分かんなくなりました。いや、すごい、やば。わかりますわ。やってる途中は腕の方がしんどいですけど、終わった後のこの胸のじわじわ。でも普段の本から割と後ろの可能性ありますね。今後ろなってました。なってたんですね。高校の方が有利ということで。なんかハムがやばいですもん今。このクロスしてた時のどこまで行けばいいかっていうことがやっぱり分かるんで、高校の方がやっぱ有利なんですよ。だから30まで目標値でありますもんね。行けばいいっすよね。だから余力も残せるしね。では行きます。はい、30は無理かもな。よっしゃ、いきます。はい、の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。やばいなぁ、1、なんかいけそうな感じが。2、3、4、これは、5、6、やばい、7、8、あと2回からこれやばいぞ。やばい。見えてんのいいっすね。胸やばくないですか。やばいって、胸がやばい。胸もやばいです。終わった後のじわじわ引っくくる感じが。やっぱり前回も言ったんですけど、まあ、限界までねすると、まあ、自重トレーニング、まあこれは負荷強いんですけど全然違いますね。普段もっと追い込めるのかなと。いや、それは思いますね。気合せるでやると、もうちょっと追い込めるんだなって。この気合でやったら割と追い込んだ時以上にきますもんね。すごい聞いたんで、いや、はい、ぜひ30回チャレンジしてみてください。ぜひお願いします。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また Bレジェンドの公式サイトでも新商品やセールのご案内配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよならー。